慶應義塾大学法科大学院庄司克弘教授は、従来所与のものとして扱われてきた国際経済統合、経済のグローバル化の部分に着目し、国際経済統合の範囲を法政策的にどのように決定すべきなのかという点についての研究を進めています。複数の主権国家が経済関係を緊密にしていった場合に、どんな仕組みとか取り決めが必要になるのかなというのが出発点です。で、EU は、一番最先端の協力の仕組みを作り上げているんですけれど、翻って日本がどうすべきかということを考えたときに、いわば今 FTA の自由貿易協定の競争がグローバルに起こっている中で、日本はちょっと出遅れているんですけれど、その遅れを取り戻す一方で、最適な経済協力の関係を日本が追求するにはどうしたらいいのかなというのが問題意識になります。中でもメインテーマとして研究を進めているのが、国際経済統合における三角形というものを設定し、 EU を事例としながらアジア太平洋に応用するための研究です。国際経済統合における三角形とは、アメリカの経済学者ダニ・ロドリックが考えたもので、国際経済統合と国家主権と民主主義という3つを設定したときに、3つを同時に達成することはできないという仮説です。この仮説をもとに、日本が今進めている FTA の戦略や TTP への応用により、アメリカとの間で民主主義的な連合みたいなものができるかといった広がりのあるテーマで研究を進めています。EU の競争の価値というのは民主主義人権法の支配なんですね。でそれを守ってないという事態に入れないという大原則なんですけれど、そういう価値をアジア太平洋で共有できるかというと、必ずしも国によっていろんな国があるのでできないと思います。だからその前提をもし外したときに、EU 統合のレベルまではいかないとしても、その共通の価値がない状況でどこまでその国際経済統合をできるのか、つまりマーケットとか経済政策の共有というものがどこまでできるのかというのは、面白い思考実験になるんじゃないかというふうに考えています。庄司教授は、 EU 研究で優れた業績を残している人物に与えられるジャンモネチアという称号が与えられています。日本ではまだ6名ほどしか与えられておらず、法律分野では日本で庄司教授だけとなります。今後もさらなる国際経済統合研究を進め、アジア太平洋における経済統合の望ましいあり方や、日本における最適な FTA 戦略といったものにフィードバックさせていきたいと庄司教授は語ります。まずは歴史研究ということになります。それからもう一つはその、EU の現在の先進事例を、5つか6つぐらいやれば多分十分だと思うんですけれど、成功例、失敗例、あるいは補完性原則の適用例とか、そういう具体的な競争法の事例や個人情報保護法の事例などを研究するときに、それはアジア太平洋に転換して適用するときにどんな工夫が必要なのかというところを多分きちんとしないと、単に EU がこうやってるからこうすべきだというなんか短絡的なことになりますので、そこを どういうふうに客観的にモデル化できるかというところを法政策的にモデル化したいなというふうに考えています。